さすがですね、吉谷さん。まあ何でも商品になるというかね、わずかでもいいから隣の人がやってなくて自分がやってるものってとりあえず隣の人に売れるんですよね。でもこんな単純なことでもほとんどの人がやらないし気づかないし何ともならないっていう感じでね。で最も不得意なことを、まあ、得意とか向いてると信じてお金もらおうと思って頑張るんですよね。だからやっぱこう何ていうんですかね、まあ、教育ってものがもしあるんだったらそのあたりを教えてあげたらいいのかなと。相対関係ってものね、まさに人がいれば本当目の前の人にできなくって代わりに自分ができることってあるわけですから、じゃあ目の前の人にね、じゃあそれができるようになりますよとかね、お手伝いできますよっていうふうにすると、まあ、商売の始まりというかね、なんかね、その昨日塾生さんで知り合いの家の掃除を始めたみたいなのがあったんですよ。それが一部屋ね3000円でやるそうなんですよ。なかなかいい切り口だと思ったんですけども、まあ 2DK とかで一部屋3000円とかでやるんですよね。でまあ掃除って言っても何を捨てればいいのか捨てちゃいけないのかってことを事前にいただいておいてパーッと済ませるんですけども、まあだからそこそこ仲いい人ですよ、家にあげるわけですから。これがね見ず知らずの人だったら警戒してあげてくれないっていうところがあるんで、知ってる人にね3000円で部屋掃除の仕事始めたんだって言ったら、え、うちとか頼めるみたいなんで来たらしいんですよ。仲がいいとかね。で、そういう風にして、結構身近な人にその3000円の商品が売れてるんだけども、結局会計の時って3000円じゃなくって、ありがとうねって5000円とかね、1万円くれるそうなんですよ。だからそれは信頼関係がある人が依頼してくださって、で、信頼関係がある人が掃除してくださって、で、すごく嬉しかった、ありがたかったから、ちょっと多めに払ったみたいなことで、まあ、リピートも取れるみたいですよね。だから特にね、人気なのはお風呂だそうですよ。お風呂掃除、むちゃくちゃ綺麗にするそうなんですよ。で、その仕事をやってると、お風呂を10回掃除したら10回分得意になるんで、で、お風呂を使ってる人ってほとんどね、年にほんと10回も掃除しない、月に1回も掃除しないんで、むちゃくちゃ綺麗になったように見えるらしいんですよね。で、やらなくちゃやらなくちゃと思いながらやってない。で、ここでお風呂を掃除してもらう関係ですから、結構仲良しなんですよね。だからやっぱ仲良しには自分の特技が売れやすいなっていうところは、まあそういうところからでも伺えるかなと。むしろね、なんか見ず知らずの人に物売るのってむちゃくちゃ大変なんですよね。やっぱりこう、こっちからどうあれ、お客さんの方からものすごく身近に感じていただけてるから売れてるんでしょうね、きっと。変なものでも売れるんですよね。変なものって言ったら買った人に悪いんですけども、まあ私の放送の中にね、だから、ダイエットしたい人とか、それから何でしたっけ、町内会を運営したい人がね、いるかどうかわからない時にそれをリリースしたら売れるみたいな。でもせっかく自分がやるんだからやったことを商品化しないとなと思ってね、やってみたら、まあまあ、まあ昨年とか一昨年の話ですけどね。だから吉田さんがね、その継続する秘訣っていうのが売れるのはもう本当その通りだなと。ほとんどの人が継続できないし、まあね、だから継続コースも1週間継続コースとかね、1ヶ月継続コースとか1年継続コースみたいなんでランクつけて単価も変えれると思いますし、で私がね60日ブログマスターっていうのを販売したことがあって、これを29,800円で売ったんですよね。60日ブログマスター、60日をずっと私のお送りするコンテンツを見ていったらブログがそのまんま書き続けることができますよってやつなんですけども、これも単純ですよね。だって今日のテーマとか言ってね、こちらで指示するんですよ。今日は何々について書きましょうみたいな、そしたらまあ書くじゃないですか。で、それを私送ってもらって採点するんですけども、採点って言っても書けてればね、OK なんですよね。継続することがカリキュラムの目的なんで。ライティングスキルとか、それからどういうふうに写真を貼っていくとか、で、リンクをどういうふうに貼るのかっていうのは、もうそれアップグレードコースってことでね、まあ、これ追加料金のパターンなんですよ。だからブログマスターコースって今でもあって29,800円で出してるんですけども、60日メールマガジンで自動ですから、その商品を一度設定をしておけばもう売る時にはこういつでも売れるみたいな。で今ブログあんまり人気ないと思うんですけども、だからこそ狙い目なんだよっていうね、ローンチも組めると思いますしね、ほんと様々ですよね。で逆にですね、こうやったら続かないよみたいなのがなんか商品としてできないですかね。こうやったら継続できないよみたいな、あーそれ自分のことだわって気づいた人はなんかフックされて興味持つみたいなことがあるかもしれませんね。もう何でも売れるんで、何でもの何でいきましょうか。なんて言えばね、カレー食べるときに食べるやつもなんですね。なん。